ドルルルルルオー。エカマイ着いたからバスターミナル。おう。で、今からバスに乗ってパタヤまで。パタヤまで行きましょう。はい、はい、初心者でもバスに乗れるっていう。行きましょう。チケット買って。2枚じゃあまっちゃん買ってもうて。サーファン。か。ナンバーワン、オッケー、こんなか。それで、これです。一人やっぱり119バーツ。これで乗れんねやろ。そう、ほんで1番から出るって言ってたから。ほうほう。じゃあ。めちゃくちゃ安ない。安いけど。バスクーラー効いてるといいね。暑い。あ、もうすでに来てます。バスが来てます。タイミングバッチリ。暑いな。一番の相手はほらエカマイパターやって。バス、今からバスでどれぐらいかかるんだっての。じゃあ今バーが何時やった。5時40分だ、これスタートが。5時40分やから。ああ5時40分、うん、5時40分で着くのが何時か。119バスで、うん、実際どれぐらいかかるかね。ちょっと行け行け行け。あ、はーい。バタヤのバスターミナルに。あー、思ったより涼しくてよかったね、ほんまに。まあ、とりあえずバス出発したんが、5時45分で、今着いたんが8時15分5分、まあ、2時間半ね。うん、2時間半で到着しました。わー、思ったよりかかったのか。途中止まったからね、長いか。なんか結構人降ろしたり人降ろしたりしたから。
それがなかったらもうちょっと早かったかなっていう感じで、思ったより混んでなかったしね。まあとりあえず119バーツで、まあ100キロ弱ぐらい移動して移動できるから、やっぱパタヤの、パタヤっていうかタイのバスは安いということで、これにて終了。実際どうよ、バス乗ってみて快適？タクシーで来たかったな。いや本音漏れすぎ